どうも。はい。定期点検です。は、何の点検でしょうか。外に室外機ありますよね。あれです。そう、どうぞ。ここのテレビなんですけどね。はあ。なあに、人の家をじろじろ眺めて。あ、ちょっとちょっと待って。じゃあこれにサインしてください。ちょっとね、一体どういうこと。断りもなく玄関に上がり込んで、こんなところに道具箱置いて、廊下傷ついたらどうするつもりなの。すみません。あ、もうどうするのよこれ。個人のお宅へ訪問するサービススタッフがお客様に信頼感を持っていただくことはとても重要です。お客様とより良い関係を作り、より良い仕事につなげるためにマナーの基本を学んでいきましょう。まずは第一印象を決める身だしなみ。訪問前に必ずチェックを行います。はい、こんにちは。お忙しいところ恐れ入ります。NV サービスの田中と申します。今日は室外機の定期点検で伺いました。どうぞお入りください。失礼いたします。こちらのテレビですが、どのような状態でしょうか。時々画面がパッと消えるようになって。かしこまりました。どうぞあちらの奥側の席をおかけください。はい、ありがとうございます。お客様との対応では、挨拶や言葉遣い、表情、態度が大切です。はい。このビデオには特典映像としてロールプレイングを収録。サービススタッフのスキル向上に活用できます。どうもご苦労様でした。それでは失礼いたします。プライベートな場所である個人宅への訪問、そこでは相手を思いやり、敬意を表すことがお客様とのより良い関係を築く第一歩となるのです。